こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ダイソーさんの購入品紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。その時に、ね、スリーピーさんもちょっと寄ってきたんで、そちらも合わせて紹介したいと思います。まずね、スリーピーさん1個とか1種類だけなので、先に見せちゃいます。じゃん、ウォーターダンベル。あの前にさ、ポソッと言ってたんだけど、あのうちキッチンがさ、あのトレーニングルームだったの。最初今荷物がありすぎて機材が全部使えないんで、とりあえずね、これ断捨離終わって、本当はキッチンを続けてすぐやりたいんだけど、ちょっとファイル作りとか紙物を触りたくなってきてるんで、それを並行しながらね、あのキッチンの方の片付けもして、その時になんだっけ、ヨガマットとかも買ってあるんでね、そういう運動できるスペースを作りたいと思ってます。その時にね、これ 0.6、昔に9年前に1年間マジでジムに毎日通ってダイエットしてた時があって結構退場としたんだ。めちゃくちゃ、今の方が多いんだけどね、リバウンドしてさらに増えちゃったから今のデブなんだけど、それでもかなりのデブだったのね。腹筋1回もできなかったぐらいのデブだったの。それがまあね、かなり1年間で変わって、その時のトレーニング、インストラクターの先生がね、ついてやってくれてたんだけど、その時使ってたのが 0.5、500g のダンベルだったから、で結構ね、普通にこうやって持っててもね、なんか運動してるとプルプルしてくるから、あのこれ水入れて十分だと思って300円だし、合わせ600円だね、これ買ってきました。徐々にね、トレーニングルームね、片付いたらね、こんな感じにあるんだよっていうのを見せれたら見せたいと思います。まずいつ見せれるようになるか分かんないけどね。なぜここもね、収納を見せるよって言ってても、まず全然見せれる状態じゃないから。ね、では、今回はね、主に、バレンタイン関連ですね。はい、いきたいと思います。まずは、はい、こちら。ジッパーバッグいらないよって、言ってたくせに買ってんじゃんみたいな買ってんじゃんって感じなんだけど、あの基本的に普通のジッパーはいらない。でもこれ大カットの可愛いのは欲しい、可愛いものは欲しい。あの使う使わない関係なしで欲しいなので買いましたそう、あの使うために買うものは、買うものは買うし、だって欲しいものも欲しいで買うの。でも、あの、前だとこういうのね、だから一つじゃなくて、三つとか買ってたのを一つで我慢する。我慢する言い方変だな。一つでいいじゃないかと。どうせ、ね、つい数日前捨てたんだからと。で、そもそもこれさ、こういうジッパーバッグでさ、正直使い勝手悪いよね。だってさ、こんな、こんな狭いとこにさ、入り口から何入るのって、しかも首でもっと狭まってるよ、これ。ほらほら、何入れんのって話になるやん。そうね。買ってみようと分からない。こんな感じに入れるとこがあんやけど、ほらね、こう首のとここんだけしかないんよ。ねえ、透明、顔だけ前にあんや。面白。ね、使い道はっていうとさ、正直あんまなんか詰めるっていう、詰めても出すの大変やんみたいなね、ところあるやん。実用的じゃないのよ。だから今まで可愛いの持っとったけど、あのお裾分けで分けたぐらいしか使ったことないの私でも可愛いものは欲しい。まあこれもね、これ可愛いでお裾分けに入れてもいいかなって若干思っとんやけど思ったりもしとんやけど、でもあの使い道はね、あんまないかなって思ってますめっちゃ悪口めっちゃ悪口で、続きまして、またね、ジッパーバッグいらんよって言いながら買いました。このさ、後ろ見えるかな、後ろ姿のクマちゃん可愛くない？これめっちゃ可愛いと思ってね。これ他にもこう普通のサイズもあるけど、これ横長は結構いいなって私思って、使い道あるんちゃうと思って、 あるかな言いながらあるかなって言うとだけど、まあなんかあるかもしれやんでめっちゃいい加減買ってみた。てか可愛いで欲しかったで買った他もそうやって言ったらね、欲しかったんやけど、そこを我慢したんが今年のちょっと違う私何を言うとんや
こんな感じ。ここめっちゃ光るとこに置いとるやん。こんな感じ。めっちゃ光るとこに置いて見せとるやん私、ね、で開けてみる。なんで買ったんや最初。あ、はいはい、チェックが後ろですね。で前に透明でここだけ柄。え、めっちゃ可愛いやん。こういうシンプルな好き。うん。ね、こういうさ、このサイズだったらさ、マジで使い道あるやん。今思いっきり手入れたけどさ、食品 OK やったらどうする。待ちなし。あ、見えやん、ね、老眼鏡はめてないで、ちっちゃいじゃん、見えやんで。食品って言ってもあのちゃんと包みの入っとるものしか入れへんの、直接には入れやんから。で同じこのクマちゃんシリーズで買ってきたのが、普通のギフトバッグ、平たいのね。それとガジェットバッグ、これも1個ずつにしました。ガジェットバッグね、好きやって、まあ、今のセイリアさんに2個ずつ買ったんだけど、ダイエットさんのねの時はかなり自制心が効いとった。聞いてなかったんか、セリアでは。ちょっといや頑張ってんね、あれも我慢してね。これもね、2個買おうかなって本気で悩んでんけど、とりあえず1個でええやんって自分に言い聞かせた。でもさ、あ、かわいいな、これシールクマちゃんやね、クマちゃんフェイスシール。でもさ、こっちの方がさ、もしかしたら使い道あるんかな。もし売っとったら買ってこうかな。はい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 。あ、ちょっと、あ、底板がついてるガジェットバッグだ。あの、最近セリアさんの方はついてないやん。こっちはね、底板がね、こういう、クリアファイルみたいなのがついてる。クリアファイルみたいなのがって言うなって。それよりももうちょっとしっかりしてるかな、がついてる。で、まあ、横もチェック、後ろもチェック、前もチェック。はい、で、これさ、何度も言うけどさ、そのガジェットバッグはどういう風にしたいかと、ね、蛇腹に使えやんかなと思った、思ってたって言ったやん。でもこういう柄やったらさ、普通に2つ、あ、逆になるわ。こっちスパッて切ってこうしたら逆やもんな、あかんね。ごめん。私の野望は今消えん。まあね、そんなに蛇腹作りたいかって言われてそういうわけじゃないんだよね。そもそも自分で Java ファイル使っとるかって言うと1個も使ってないんでさ。そう、作っとる割には使ってないよ。ファイルに作っつけてね、あの出しちゃったり人様にあげちゃったりで、ね、だって自分で作るけどさ、作るの好きで作るんやけどさ、あの使えるかっていうと、私だから何度も言うやけど、アホほど持っとるでさ、そういう何か作ったぐらいのものの収納で収まるほど可愛い量じゃないのよ。だから何度も言うけど、収納系のね動画はもう軽くスルーしとる。あ、待って、シールも何もしまわんと。野望は消えたで、これは一つでええわ。いっぱい持っとって邪魔ってたかな。邪魔ってたかな。うん、いっぱい持っとっても使わへん。でもかわいい、かわいいね。こっちを見よう。見たいから見よう。ダイソーさんはなんでこれ邪魔やでさ、なんか印刷にするかさ、なんか変えてくれやんかな。ね、この紙ペロンって垂らしたの。これね、これ。取るとき邪魔やん。これ。ね、なんでここ邪魔になるとこにいつも置いとんやろって思うんやけど。めっちゃして邪魔って言いきっと。これはね、普通に、あの、お裾分けファイルとかもね、あの、ラッピングに。ちょっと待ってね。めっちゃ手が乾燥してきた。ここに来てて、袋が開けれやんくなった。ちょっと、君よって、これ上取って一緒ね。よし、開けた。あ、これはね、これが、これと一緒。前にやって、後ろにチェックの柄が印刷されて。あー、これかわいいな。こういうのにさ、あのメモとか入れてもらったら嬉しない。私だけ。あの、その後、この袋を使うとかそんな関係ないんやけどさ、あの、入ってきた袋がかわいかったりさ、手作りされとると嬉しくない？で、こういうのをね、あの、今後ね、あの、残した袋、こういう系の袋を残してあるの。ラッピングって書いた。積むカゴに入れてあるのよ。
でもでこれからね、あの、まあ、透明のだけじゃなくこういうのにお酢だけ入れていけるようにしたいなって思ってます。あー、まだまた入れ直せるね。だからダイソーさんこれやめよう。もうそこに印刷するかさ、印刷するか、これをまっすぐに申してスポンって入れるだけにしよう。もうこういう感じで入っていかない。この向きをさ、逆、ここを逆向きにしてさ、スポンってこうやって入れるだけにしよう。絶対その方がみんな喜ぶて私だけじゃないと思う、これ邪魔やなと思うの。はい、続きまして散々丸口くらい。はい、またこのクマちゃんのね、こっち、まあ、こっちでこういうのね、あの、これと同じタイプギフトバッグ、これなら使える。うん、だからこれ邪魔なんやってでも文句ばっかり取る前々から思っとった、これ邪魔やなって。けどさ、こうやって本当入れると好きじゃないね。こうやって入っとった通りに元に戻したいのが本心なんやけど、まあでも、あの、こうやって突っ込むけどね本心なんやけど、もうすでに滑っとるよやけどさね。はい、これかわいいね。あー、はい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 。けどこれ入るって手でかいでな。じまでね、これとこれとこれやね、と緑が上で、あと白は後ろね。あ、見えないとこで言うとな、白が後ろね。多分これも一緒やと思う。でもせんけどめんどくさい、ね、こういうの貼っとったら可愛いやろまた言うとる、そういうこといや、あの、もちろんね、手作りの袋に入れてもらうのはすごく私は嬉しい。けど手作りの袋ばっかりで全部入れようと思うと結構労力使うんよ。だから販売ファイルをね、2冊だけ作ろうとか思っとる時は全然いいけど、クリスマスの時は結構作ってやん。結構偉かったんよいっぱい作って、もうダメみたいな、あ、この子こうやな、もうダメみたいに死にかけたんよ死にかけたまだ言い過ぎやなでも本当にね、ふうふうふうっていうぐらい偉かったせやで、あの、ちょっとね、こういう楽させてもらおうと思って買ってます、バレンタイン。次ね、さくらんぼチェリーとストロベリー何言ってた、え、ベリースペシャルチェリースイート、ああ、まあさくらんぼといちごでもどうなったのかだけ見ようか多分同じ感じちゃうかな。チェックが前、チェックと字とイチゴが前で、後ろが絞ったやつやかな、さっきのパターンからね。あ、そ、このまま入れればいいんか、こうやって前に別に伸ばさんでもこうやってなまだ見苦しくないよな。よいしょ、ウェットティッシュウェットティッシュで手のらさんとめくれて、あ、そうやね、あ、ここチェックって白じゃないんや、透明なんや。私の手よりもさ、こっちの方が見やすくないね、こういう感じ。ちょっと待って、町ありやん。え、これは町なしやんの。あ、知らんかった、町ありなんやこれ。え、町なしやと思って買ったのに町ありって。まあいいけどさ、町あっても別にどっちかにね、どっちかにこうやってピッてピッて、あの、前か後ろにね、物入れりゃ絵だけ残ったやつさ、町ありでもなしとみなしてねあら、全然そこ気づかんかったわ、町あり。なんで町ありって書いてあった、何も気づかんかった、騙された。いや、騙されてないちゃんと表記されとるちゃんと表記されとる。あ、ちょっとで、さっき暑いと思って上着脱いでんけど寒くなってきた、気をここさ、暖房めちゃ、あの、ハムちゃんおるでさ、あの、ハムちゃんのケージが25度ぐらいになるように、まあ、25度っていうか、まあ、冬、夜ちょっと下がるで、今下がってきて23度、4ぐらいかな。日中25度ぐらいなんやけど、25度設定やで。夜ね、下がっても20度切るとさすがに疑似冬眠されると死んじゃうと嫌やで、それでその設定したらもんで、結構ね、いつもこのフリースさん着とるもんで、何回すると暑いんよ。はい、来ました。次ね、こちら、ガゼットバッグ。これも1個ずつ。お利口に我慢して買ってきた。開けてみよう。あ、もう白で柄見えるね。ね。もうめんどくさなんだけど、でも開けやんとこは。
めんどくさなんだけど、ビール。とうとう言い出したぞ。はい、続きまして。あ、これね。これね、ちっちゃい袋。ハートの。これね、あの、これ、乗り付き便利で。前もね、去年もこんなぐらいのサイズ買ったのよ。ちょうど多分35枚入り。あの、結構便利なのよ。ちっちゃいもの入れるのに。これだったらさ、この辺しか字ないんでさ、こう半分ぐらいのサイズのものを入れても全然柄的にいいや。これも半分ぐらいいけるかな。いけるね。うん。そういうつもりで買ってきました。いいっしょ。あと、ラスト。4つって言いたいんやけど3つなの。何？あ、これも町ありや町なしと思って買ってきたのに。チェ。チェって言いながら。これとこれ。ちょっとあなたたち見えないわよ、柄が。よし、これ見えたな。君も下に落ちろ。よし、こんな感じ。こんな感じ。見えるかな？こっちも見えとったというか。見えとるね。さくらんぼちゃんたちも見えとったよね。うん、これ。この柄かわいいなと思って、ちょっと待ちなしと思ってたのが待ちありで、ちょっとショックやってんけど。待ちありってさ、入れにくいやん。待ちが邪魔で。まあでも気にせず入れる。あ、持ってった。持っていったよ。え、なにこれ。これ見て。あ、なんかゴミがついとっただけ。あ、びっくりした。印刷ミスって今見せようとしたら、なんかゴミがついてただけやった。なんかゴミが袋の中に入っとるよ。何この静電気でゴミ。やめて、逃げる静電気で。え、どっち。あ、表やったら。これ話よね。こちらはよいしょ、めくって、よいしょよいしょ、こんな感じ。あー、はいはいはい、透明ですね。緑も後ろなんや、これは。ね。こうやって。ここにね、町あります。邪魔や。邪魔や言うなって。でも、そう、普通町がないのと一緒なんやね、ここ。あの、どっちかに物を入れてしまえば。別に。これかわいいなと思ってね。しかも20枚も入ってお得。お得。入っててくれ。お得。で、こういうことだもんね。で、で、これも、あ、これは町なし。嬉しい。これと、これがね、一緒の柄なのね。で、こっちの柄の、このサイズも欲しかったけど、なかった。なかった。あるはずなんやけど。だけど、諦めた。単純に。もういいや。さあ、どんな風になってますでしょうか。多分ね、前が透明なんやろね。また、しまったのにまた出す。はい。ね、前が透明ね。あ、かわいい。もう一個でもあったらよかったのに。でもこれね、22枚もあるで、結構使えるよね。まあ、もし見かけたらね、もう一個のこっちの柄ね、買おうかなって、ちょっと思ったりもしてます。はい。で、ところで一旦これ剥かしますので、一旦止めます。トコチャンネル。はい、それでは続きまして、また、証拠りもなくマフィンカップを買ってみました。これはね、あの、クマちゃんもね、これもね、あの、なんだっけ、あれ？どこから開けるの？これ下からか。ちょっとちょきちょきしようかな。めんどくさいか。あ、でも絵が見れない。見れるか、すれば。こんな感じの絵。こんな感じの絵。これはね、あの、言っとったギフトボックス作った時に、つめつめする時のカップに使いたくて買いました。こっちもね、同じ、茶色でね。クマちゃん、あ、
色がちょっと違うんかな。あ、このマフィンカップのこれ下にマフィンカップだけ上がってきてほしいのにな。はい、これね、こっちクマちゃんの色がちょっと違う。それでね、このバレンタインのね、可愛い時期にね、買っときました。で、あとはもうね、ワックスペーパー、あー、それ以外にももう一個見えるか、ドライフラワー、こんな100均で売るようになったよね。私がハーバリウムやっとるときはめっちゃ高い値段で買ったの。これ100円やで、こんなん入っとって、こんなんで数百円出して買っとったよ。何年前、4年前ぐらい、4年前、20本ぐらい作ったけど、フリマ行ってね、あの体験したのがきっかけでハーバリウムオイル買って作っただけだけど、もうドライフラワーも全部育ったで、今からはワックスペーパーをアホほど買ってきました。ダイソーさん16枚入りで、今回袋に入ってたのよ。びっくり言いながら、チェックはチェック、はい、チェック2種類、あのアホほど買わずにね、1個ずつ買ってきてます。1個、なんでそんな箸置くのって感じだよね。はい、はい、ハートさん16枚入り。これが来たらこれ、いやいや、これとこれ、これ全部かどうかわからないけど、売っとったやつね、可愛いと思ったやつとりあえず全部買ってきた。結局全部買いって感じなんだけど、色柄見にくいけど、なんでこんな見にくい位置に来とんのこの子。よいしょよいしょ、回って回った。いちごさん、いちごさん、これね、ヘタが白のいちごさん、もうじーっとね、あ、結構見てる、色違いかな。で、さくらんぼちゃん、なんか今めっちゃ押し出したよねこの子をこうすりゃいいの。であと2つ、残り2つ、よいしょよいしょよいしょ、赤いクマちゃんと青いクマちゃん、まあ赤青はあのお得意よね、大福さんね。こうしたらいいや、こうしたらいいやなこうしたらいいな。あのね、出すのめんどくさかったで、いい、このままで。すぐめんどくさがる。うん。まあ、クマちゃんだけちょっと見ようか。これ、あー、どっか開けるとこあるかと思ったらないんや。チョキチョキしてなあかんね、チョキチョキ。ええの、もうすぐしまうようにね、スペの下にファイルも準備してあるの。よいしょ。おお、こういう風にね、何でできるのかとか書いてあるのかな。紙、パラフィン、材質って書いてあるだけかな。うん、そんだけやね。特にどうこう、まあ比喩には使えんよってのは相変わらず書いてあるけど。あ、で、ここにビニールのね、こう、止めるのがついてる。いらんけど、ゴミ箱っちゃうかけど。なにこれ。いやー、ちょっと、中でこんなにぐちゃぐちゃにされる言われはないよ、この子、かわいそうに。よいしょ。とりあえず1枚だけ持ち上げてみるね。こんな感じ。かわいくない？あ、かわいい。え？帽子かぶっとる。かわいい。こんな感じです。これだけ見たかったら、あとはもうめんどくさいからね、開けない、はい、よいしょ、どっちよいしょ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 、ちょっと置いとくか、はい、はい、こんな感じで以上で購入品紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。